マーシャル諸島沖航空戦は第二次世界大戦中の1943年12月5日にアメリカ海軍機動部隊がマーシャル諸島の日本軍基地に対して攻撃を行い日本海軍航空隊が応戦したことで発生した戦闘。タラワの戦い及びマキンの戦いの援護任務を得たアメリカ第五十任務部隊は日本海軍基地航空部隊による反撃をも警備が 損害でしのぎきり、引き続き、ギルバート諸島製法を有力していた。第50任務部隊には、次に予定される、マーシャル諸島の攻略作戦の事前攻撃として、マーシャル諸島の日本軍基地に、さらなる打撃を与える任務が命じられた。この時点では、マーシャル諸島に関する航空写真すらなかった、状態であったので、体制が整うまでは、 ギルバート諸島からの空襲とともに、マーシャル諸島の日本軍に打撃を与えうる少ない手段の一つであった。12月1日、パウナル少将は航空偵察の結果に基づき、第50任務部隊の第1軍と第3軍を率いて、クエゼリン干渉及びウォッチ干渉を攻撃するようにとの命令を受ける。計画では2日間にわたって空襲を行うことになっていた。 一方、日本側は、ブーゲンビル島沖航空船とギルバート諸島沖航空船でアメリカ機動部隊を壊滅させたと信じており、アメリカ軍の反抗作戦は相当に遅れると楽観視していた。マーシャル諸島方面の警戒態勢も解かれ、各地から集まっていた基地航空部隊には元の場所への復帰が命じられていた。航空隊の葬式を取る。 内南洋方面航空部隊指揮官は、第22航空戦隊が再建のためテニアン島へと転進するのに伴い、第22航空戦隊司令官のキラ、俊一少将から、第24航空戦隊司令官の山田道幸少将に交代していた。12月に入ってからのマーシャル方面への空襲と、いえば、12月1日に、マロエラップ艦賞に、大型機準機、翌2日に、 ミリ干渉に大型気球機が来襲して登壇したのが最大であった。攻撃命令を受領した12月1日、第50任務部隊は養生休養を行った後精神し、途中でクエゼリン干渉の方角に進路を変え、クエゼリン干渉の外には潜水艦、シールが待機して脱出感染があれば攻撃することになっていた。当時、クエゼリン干渉には、 ミリ艦章への輸送任務を終えたばかりの軽巡洋艦、ながら途急カテ艦、キネザ崎や特設艦船がルオットにはイスズが在泊していた。4時55分、ルオットの警戒レーダーが攻撃隊の接近を探知。記述のように日本軍にとって予想外の事態であり、レーダーの探知により比較的早く迎撃態勢に移ることができたものの、 通信上の不手際により迎撃のタイミングがわずかに遅れた。それでも日本軍はルオット基地の第281航空隊の戦闘機27機と第3艦隊が地上を派遣していた戦闘機26機により迎撃した。アメリカ軍側も日本軍の迎撃が素早かったことを記録している。これらはアメリカ軍攻撃隊との空中戦で急激撃通用。 報じたが、16機が撃墜され、3機が大破した。さらに離陸が間に合わなかった。戦闘機10機が地上で炎上して、陸上攻撃機10機も被弾、エビジェの水上偵察機17機も破壊された。攻撃隊の損害は5機のみであった。攻撃隊は、エセックス及び、レキシントンの組と、エンタープライズ及び、ヨークタウンの組に分かれ、前者は、ルオット、後者は、 クエゼリンを攻撃し、その他はエビジェに向かった。ルオットでは、イスズが3度の爆撃により、右舷後部に直撃弾3発を受け、スクリュー4本のうち3本が接損して、使用不能となった。その他、ルオットにおいて、特設運送船、ケンムマルが沈没した。クエゼリンに在泊中だった。ながらは、輸送のためルオットに向かいつつあったところを攻撃され、 資金団によって一番魚雷発射艦に残っていた魚雷が誘爆して、戦死48名、重軽傷者112名を出す被害となった。その他、特設苦戦艇、第七匠南丸、特設球丹油船、朝風丸など5隻の特設艦船が沈没し、金崎や特設工作艦、山荘丸などが損傷した。ながらと、伊須津は、山荘丸による、 応急修理を受けた後、トラック諸島に下がっていった。ギルバート諸島沖で、作戦中の空母、レキシントン。日本軍機の反撃で損傷する。日本側の策的機は、ルオット、ウォッチェ、マロエラップから策的機を発進させ、第50任務部隊を探し求め、7時頃に、ルオットからの策的機が、ルオットの45度170回里の地点で、 第50任務部隊を発見する。これより、先の6時30分、第531航空隊の天山6機がウォッチェを発信し、マロイラップで巨雷を装備の上7時40分から8時30分にかけて、第50任務部隊攻撃へと向かったが、9時40分以降、消息が途絶えた。パウナル少将は、正午から第二次攻撃を行う予定であったが、搭乗員の疲労と、 日本軍の反撃を警戒して、ヨークタウンからのウォッチェ攻撃隊29機を発進させた後、機体行動に移った。夕刻17時10分、第752航空隊の作敵機は、ビカール艦商近海で、第50任務部隊を発見。16時20分に、マロエラップを発進して、敵影を探し求めた、野中五郎少佐を指揮官とする一式陸上攻撃機球機は、 18時頃に第50任務部隊を発見して攻撃に移り空母と巡洋艦各一隻撃沈空母一隻撃破の戦果を報じた2機が損傷したが全機機関した一方エニウェト区間賞からルオットに進出予定だった第700日本側は2機が未機関となったアメリカ側の記録では空母歴ントンが魚雷1本を完備に受けて 中破したほ他、K ン・モービルは、時間の降格法によって、機銃座を誤射し、駆逐艦、テイラーも、K ン・オークランドに誤射されて損傷した。第50任務部隊は12月9日、真珠湾に帰島した。アメリカ軍は、反撃を受けて、作戦を途中で打ち切らなければならなかったものの、日本軍に、甚大な損害を与えることに成功した。 日本軍のマーシャル方面の航空部隊は、ギルバート諸島沖航空船の損害に加えて、さらなる消耗を強いられる結果となった。船舶の損失も大きなものだった。日本軍は、中型空母一隻撃沈、大型空母一隻撃破の戦果を上げたと判断し、これをマーシャル沖航空船として、大本営発表を行った。ブーゲンウィル島沖航空船。 ギルバート諸島沖航空戦に続く航空戦の大戦火であったが、アメリカ軍の記録によれば、記述のように主な損害は、大型空母一隻撃破にとどまっていた。第50任務部隊は、基とについたマーシャル攻撃部隊から一部の兵力を、いて、第50.8任務軍を編成し、11月11日から続いた一連の戦闘公開の最後として、12月9日に、 ナウルをも攻撃した。ナウルはギルバート諸島をめぐる戦いにおいて第5艦隊をしばしば空襲した航空機の基地と考えられていた。第50.8任務軍は生鮮品が暑さで腐って不平を述べるものが出てくるなど状況は決して良いとは言えなかったものの空襲に加えて艦砲射撃が行われた。ここでも日本軍の基地、飛行場及びグアの加工施設に 大きな打撃を与えた。駆逐艦、ボイドは撃墜された味方パイロットを救助するため、隊列から離れて海岸に向かい、救助には成功したものの沿岸砲台の反撃で損傷した。その他、アメリカ側に大きな損害はなかった。第50.8任務軍は12月12日、エファテ島に帰投した。この戦闘の影響で、チャールズ・エーパウナル少将は更迭されることとなった。 8月6日に高速空母任務部隊指揮官に任命されて以降、南鳥島、ウェーク島、ギルバート諸島、そしてマーシャル諸島に対する攻撃を警備な損害こそあったものの成功させた。ところが、指揮下の官邸の艦長クラスからパウナル少将の指揮ぶりに対する不満が続出し、南鳥島攻撃では反撃の恐れがなかったにも、かかわらず、パイロット救助任務を、 潜水艦に丸投げして即座に被体し、パウナル少将を指揮官に選定したのは、太平洋艦隊司令長官チェスターに3つ、大将であり、パイロット出身の提督に関する知識をあまり持っていなかった第5艦隊司令長官レーモンド・スプルーアンス中将のために、経験の深い海軍航空部隊出身の人物として選定されたものであった。スプルーアンス中将は、 間接的に聞くパウナル少将の戦いぶりには満足しており、第50.8任務軍を率いてナウルを攻撃したリー少将も戦闘機の用法は完璧であったとスプルーアンス、中将に良い報告している。しかし、艦長連中からの報告が太平洋艦隊司令部及びパイロット出身の提督の辛抱を厚く、政治的な動きも派手だった太平洋航空部隊指揮官。 ジャック・タワーズ・中将のもとに達する。12月5日のクエゼリン攻撃でのパウナル少将の戦術があまりにも慎重すぎたと感じたタワーズ・中将は、ニミッツ大将にパウナル少将皇鉄を進言。これを受け12月末、ニミッツ大将は、タワーズ・中将、太平洋艦隊参謀長、チャールズ・マクモリス少将、太平洋艦隊作戦参謀フォーレス。この人事は、 スプルーアンス中将にとっては不満しか残らない決定でもあった。1942年のミッドウェイ海戦での行き違いから、この当時はミッチャー少将に良い心象がなく、またこの鋼鉄劇はタワーズ中将の一種の陰謀の類であるとみなしていた。その後、パウナル少将は太平洋艦隊自席指揮官となったタワーズ中将の後任として、 太平洋航空部隊指揮官となり、マーシャル諸島をめぐる戦いやトラック島空襲で、スプルーアンス中将を補佐した後ペンサコーラの訓練航空部隊指揮官に転じている。アメリカ第50任務部隊の兵力。ありがとうございます。